マフナマキ選手です。おはようございます。おはようございます。どういう経緯で 今にいたの？いやもう本当引退しようかなって考えてた時に、うん、ここにいるギリさんがもうちょっと一緒にやろうよってことでちょっとだけやろうかなと思って、思ったよりハードになりますね。俺もびっくりしました。フルピッチやんのかいただきます。しっかりしてる。はい、チーズで。若い選手にもアドバイスしてくれてすごくいいなと思うんですけど、一緒に並んで立って話すともう本当に上から目線なんで今から練習参加と、はいはい、行きたいと思います。で今週の大会に関してはちょっと、まあ、今日の午後からね雨が相当降って、どうなるか分かりませんが、まあ、雷になったら多分できないと思うんで、そういった部分でね、まあ、できることを確実に、準備して、今日からしっかりまた、やっていきましょう。いいですか？はい、で、昨日試合ね絡めなかった人、まだ、チャンスあるんで、下向かずに、ちょっとね頑張ってやるようにしてください。で本日ですが、元日本代表で、現 YouTuber の、那須さんの方に来ていただいたのでちょっとご挨拶だけお願いします。はい、すいません、那須大輔です。よろしくお願いします。あの一応ちょっと YouTube でその日本サッカーの発展貢献ということでいろいろちょっと回らせていただいてるんですが、皆さんのこの日頃のプレーの姿っていうのはあの視聴者もそうなんですけどサッカーファンみんなに響くことなんで、ぜひあの短い時間ですがよろしくお願いします。2対2ブラックゾーンのやつサーバー2人でやってやって、5対3移動式で5対5、フリーマン1人置いて5対5シュートゲーム、その後ゲームやりましょう。いいですか？最後行こう行こう行ってるのかな。はい、ここ切られてるじゃあ行ってきます。はい、2対2になる。もう一回行こう、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、かかと、1、2、3、4、5、6、7、8、バック、かかと、1、2、3、4、5、6、7、8、若い選手多いみたいですね。ああ、みたいですね。うん、だから僕と同じ23とか24の世代が多いっていうのを聞きました。僕もやりたくなってきました。全然いいよ。ここで撮影しようか。気をつけてください。今日はみんな答えてくれる人たちですから。なるほど。前倒れよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。ラッキーですけーん、1、2、3、4、5、6、7、8。那須さんがちっちゃいですもんだって。正確80あります。よし、今から始まりますね。はい、今日ちなみに、はい、コンディション的には僕ですか？はい、まあまあ、ついていけそうですか？ついていけ、いつもならちょっと走り込んだりするじゃないですか。はい、あ、ちょっと作ってきました。あ、そうなんですね。ちょっとそれはよかった。でもちょっとです、期待大です。頑張ってください。先頭見てあげて、先頭見てあげて、あ、行こう。後ろジグザグ行こう。はい、バッティングが終わった。見て、あとでちょっとマーカー取る。はい、あとでいい、あとでいい。いいっすね。はい、長いのよ、長いの。これ。あ、
ハンド？ハンドですか？今ね、はい。今の見た。はい。ハーフボレーでいこう、ハーフボレーで。ハーフボレーで。はい、おかしい。あ、ごめん、ごめん。うまい。ひどい。ターンなしだから動かないといけないサポートに、あと守備の時の3人でバトンとこう取るっていう、あと声掛けも必要だし結構ですね。大丈夫ですか？うん、余裕ですか？うん、大丈夫。はい、わかった。フリータッチで、で、リターンなしです。あー真ん中行った。行け行け行け。はい、行きます。うえー、ひでー、ナイス。動かせ、横、いた、ナイス。早く早く早く、すぐ戻れよ。ナイスナイス。ナイス、アンド、ナイス。グーリターンなしってのは、あ、なるほど、確かにそうですね。やっぱ止まってたら、はい、サポートいけないんで、はい、こんなリターンなしなんで自分がスペース空けないといけないですし、あとはもう守備と切り替えですね。切り替えて3人でこう集中して取るみたいな、はい、ゴーゴープラスワンフリーマンね、フリーマンで、ね、
数的不利になった時に誰か出した時にしっかりファーストのディフェンス決めて、組織で、奪えるようにね、そこ徹底しよう。でこのサイズだから、キーパーとディフェンスの間に速いボールどんどんとにかく入れてそこで勝負するっていうところと、このサイズで、オーバーランニング、クロスオーバーインナーランニングっていうのを徹底していきましょう。第一の局面玉木は絶対負けない。もうこんなところで昨日なんか特にそうだけど自分の判断でこう体入れられて、ファウルじゃないのにそれストップしてっていうこと多かったから、もうそんなんで止まったらもうサッカーできないからね。1対1のところの局面は必ず負けないっていうところをしっかり、頭にインプットしてやるようにしてください。いいですか。よし、はい、はい、じゃあ分かるけど、はい、守備はフリーマンがいること考えて守備しよう。ズレが出てくるぞ。ゴー、疲れした。疲れした。回収しよう。楽しいね、やっぱ。ゲームは。立て、立て。うまく、はい、人を動かせられた時、はい、それがなんかいいっすよ、後ろだと。始める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 。残り50秒。いいか、いいか。おー、いい動き出し。いや、やけそうない。やけそうないぞ。修正しろ。いけ、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 いけ。この後どうすんな、この後どうすんな、前向け、前向け、オーバーしてくる選手、オーバーしてくる選手、素晴らしい、まだまだ来る、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 すぐ行けよ、行け、いや、行け、全体的にちょっと足元が多いから低いところは足元でもいいけど、点で合わせることもしっかりやれよ。スペースで受けるやつ、いいか。で、中の動き出し、サイドで高いところでもらっても中の動き出ししてないから入れれないぞ。いいか、そういうこと考えてやろう。行こう。ゴー。そう、ナイス。はい、バック。はい、最初からプレス、プレス。ナイス、そっから。ナイス。後ろの足、後ろの足、後ろの足、ナイス、ナイス、ナイス、出てからリード、大丈夫、まず動かせ、ボール動かせ、ボール動かせ、そう、50秒、ボール動かせ、ボール動かせ、ボール動かせ、何で、おー、待て、待て、切り替え、切り替え、切り替え、おい、最後、おー、ナイスマイク、おー、いいよ。ナイスボール、ほら、最後のディフェンスどうなってんだ、ナイス、前向け、ゴール、おー、素晴らしい、シモ、はい、次、整えろ、ダンクサンキュー、あ、じゃあ、水分入れて、ペラペラでゲームね、いい選手いますよ、本当に、はい、そんな話してたんだけど、なるほど、もうセンターバックの選手、はい、もういいし、はい、中盤もいい選手いるし、うまい。まっと思ってたもん。なるほど。だからこう考えるとそうですね、難しいよね。本当運とかいろいろなタイミングとかもあるけど。そうですよね。人のつながりだったりとかありますもんね。よりね、上のカテゴリーもそうだし、チームが上がるってそんな簡単じゃないってことですよね。大学上がりが多いんですか。そうですね。大卒が多分多くて、結構高卒も何人かいて。なるほど。あとはまあ J リーグから来た選手やったりとか。
まあ、他の地域リーグとか、海外ライブとか。ハーフな選手がいるって聞いて、それこそ後ろからこうロングチップなのかなっていう。いくらね、マイクといえど、はい、単調なヘディングで常に、はい、まあ、勝っても点につながらないと意味ないから、ね、なるほどなるほど。効果的にサイドからこのやっぱサイド攻撃の中で、まあ、一番ベストはあのマイクの中でね、はい、勝負する。しかも走り込んで、立ち止まらずに走り込んでゴール前に入っていくとか、やっぱ高さを生かすってね、単調な攻撃はやっぱり限界あるからね。いくらなんでそうですね、確かに。あと体力奪われるからね、中盤を巻くし、相変わらず、はい、いい動きしますね。皆さん大丈夫ですか？ちょっとなんかお疲れモードなんですけど、もう、はい、もうスイッチオフしてましたよ、完全に、前半は。大丈夫ですか？はい、一回チームで1分話し合おう、1分、しっかりチームで話し合おう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しいね。はい。京平大卒。大卒2年です。どっか J あった？いや、大丈夫です。めっちゃいいのに。あ、すごいあれですか？すげえ助けてもらった。すげえ気遣える。っていうか気遣ってくれるやつ。うん。やりやすくて。最高です。最高。注目。うん。ケータ、なんかさ、マイディとかそんな走れるタイプじゃないじゃん、はい、だから逆セットさせて、多分中盤の運動量が大きくなってくるから、はい、でそこで多分バテてきて、ちょっと間が空いちゃって、はい、あのディフェンスがちょっと後手に回るみたいなのが時間経つごとに多いから、はい、セットポジション自分で決めるんですよ、ケータが、はい、ここ帰ってきてくれみたいな、でそこでブロック作って、そのコンパクトでやりましょうみたいな感じでやった方が多分ケータ的にもすっごい楽になると思う、はい、そうっすね、間延びになっちゃってさ、はい、ディフェンスの運動量も距離も長くなっちゃって、中盤もそれに最初ついてこれるけど、ついてこれなくなっちゃってマイナスでやられるとかさあったっすね。そう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 、ケイトが声こうバーってめっちゃ出せるからさ、はい、セットポジション決めちゃって、はい、そこからちょっとボール少し活かせるみたいな、はい、うん、感じでやった方がもっとなんか楽にできるんじゃないかなと思うんです。何本かこう走ってくれたじゃん、あれを継続的にどっちかっていうと自分からあの引き出すみたいな、あの動きをサイドでもワイドにこう自分のさやっぱ得意な形ってあるじゃん。でもなかなかそこプレッシャーかかってくるから難しいけど、でもどっちかというと自分から引き出すようになったらすごいいいから、ああいう動きがもう出せぐらい出したくなる選手ってやっぱすごい受け方がいい。前ああいうのをずっと続けた方がいいと思う。出なくても勝手に出てくるから、本当にいい動き出しとか
いいこの予備動作して立ち位置とかすっげえ大事だから絶対続けた方がいいです。もうあの出す選手が増えてくるとやっぱすごいもうどんどん出てくる。なんか簡単に分かりやすいのは大久保とかすごく分かりやすいです。あれとかさ、やっぱ今年点取ってるじゃん。でもあのベルリンの時はなかなかやることが多くなりすぎてってもあったけど、だからああいう立ち位置っていうか受ける動作がそこはちょっとこだわってやった方がいい。俺何本かも見えてたけど、そういい動き出ししてくれたんですよ。はい、アップの時から足速いって俺分かったからね。あわかりました。この子足早いわ。あ、跳ね方が違った。あの動きすることによってサイズが、だから結果的にあのチームのこのスペースを空けるみたいな動きになるから、だから出てこないといけない。ああいう動きでサイズ出た時にもらえる。そう。うん、あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあいろいろなところでね、まあ、確認しないと部分とかっていうのもあるんで、そういったところを、今週の土日でね、しっかりとつけていきましょう。那須さん、今日何か。あ、すいません。あの短い時間、すみません。ありがとうございました。まあ、元プロサッカー選手というか元プロで、あの J1 とかそのカテゴリー別でいろいろやった選手もいると思うんですけど、サッカー選手ってまあ引退したからいいんですけど、本当に短いです、選手が生活って。だからこそこの1回の練習って本当こだわってほしいですし、僕はああやってまあ練習中声出すのって、そのトップチームだろうがサブチームだろうがそこで表現しないと生き残れないっていうのがあったので、だからサブチームでやっぱ人を動かさないとチームが勝てないから、下向いているやつがいたら声出したりとか、それが生きる道だったので常にやってきました。だから本当にこの1回の練習、その出てるとか出てないとか関係なくて、ベンチ外だったら時間があるから自分でトレーニング取り組めばいいし、どうにでもできるので、だからもう本当自分次第だと思うので、本当自分の可能性は自分でしかつかめないので、本当に現役でやれてるっていうことはやっぱり本当に素晴らしいことだと思うので、まあ大会もあるということで皆さん本当頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、サッカーはやっぱ。いや、楽しいですよ。ね、終わった後の爽快感がいいね。これで、まあ、練習参加ということで。はい。FC ボンボネラ。はい。で、まあ、週末、試合あるみたいな、その調整も兼ねてというのはありましたけど、前は京都高校ね、本当雰囲気よく練習させていただきましたし、はい、ここでは、光る選手もたくさんいたので、まあ、今後に期待ということですね。はい。この後はちょっと密着また、していただきますので。はい。お疲れさした。今このボンボネーラに来て何年目になるんですか。と来てまだ5ヶ月目ぐらい。ああ、じゃあ、はい、本当に1年目のっていう感じなんですかね。はい、マイクさんがこう入団するっていうのを聞いた時ってどういう印象でした。ほんまなんか嘘なんかどっちかわからないですね。僕がこのチームに来てほしいって言われた時には、はい、うすうすこう来るよみたいな感じなんですけど、はい、本当に元日本代表で、あのパートナーマイクが岐阜に来るんかと思ったんですけど、はい、やっぱ入団しました。なるほど、はい、実際に来てみて、はい、マイクさんってチームの中でどんな存在だったりしますか。来た当初はもう本当みんな緊張して全然喋りかけれ、うん、なかったですけど、はい、日が経つにつれだんだんこうフランクにみんなが接するようになったんで、はいはい、盛り上げ上手というか本当に結構影響力もすごい人なんで、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。 K さんこの今社会人として社会人をサッカーしながら働きながらっていう感じなんですかね。この後午後1時から仕事ですね。へー、今配送のお仕事、はい、宅急便なんですけどそういうお仕事してます。ちなみに1日のスケジュールとかってどういった感じなんですか。朝7時に起きて、はい、8時半にグラウンドに来て、で練習終わってすぐ洗濯と食事、うん、済ませてから1時から仕事で帰ってくるのがだいたい9時過ぎになります、ね、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。